ああはい、じゃあ、配信の方は始まりましたね。じゃあ皆さんそろそろやりますんで、エントリーお願いします。マイクもゲームも大丈夫そうですね。ありがとうございます。はい、じゃあエントリーまだの方お願いします。そろそろやります。あとは今日、どういった形式でやるかなどね、希望があれば、おっしゃってください。何でもいいですよ。ランダム2音というのが出てますね。はい、エントリーお願いしますね。まだの人、あと誰かな。長州さんとニアさん、
はい、じゃあニーアーさん100円お願いします。今日はこれで12人かな。ニーアーさん100円払ってください。店にカツアゲされました。いや、あの参加費ですんで。だ12人だと何が、あ、お茶丸くんが来る。じゃあ 13? 5人チームを3つ。じゃあ 14?おハゲ。まあそうっすね、来たらその空いてるとこに入れちゃうみたいなのでもいいですかね。じゃあニアさんが 5on5 をやりたいと。あ、4人？あ、そうか。年末ルール。お、新キャラ。あ、書いてありますね。新。新キャラ使いは？
通音っていう意見も出てますけど、まあなんか通音はなんかあまりあんま好まれてない感じもありますよね。なんか人数が多い方がなんかこう実力の差があってもなんかワンチャンあったり、キャラ差もそうですね。じゃあまあ15人だからまあやっぱじゃあ3チームですかね。5対5。あ、友澤さん100円ください。はい、じゃあ3チームってことでどうしますか。リーダー決めて取りにしますか。じゃあリーダーは川島さん。じゃあ川島さんと、ゆうべがさん、ミヤさん、あ、じゃあ、俺のところを消して、あ、じゃあここお願いします。カワシムさんとニーヤさん、はい、あ、じゃあもうシンくんでいいか、リーダー。なんでもいいっすよ。今日は3チームに分かれて総当たり戦。めんどくさい、めんどくさい。やりましょうね、時間がないですね。
あ、そうですよね。うん、時間ないですし。じゃあ今日は川シムさんが編成するということで、バランスよく。あ、文句はなしです。もうそろそろ始めますよ、うん、じゃあチームは決まりましたので、リーグ表を作って始めますね。こんばんは、川島です。今リーグ表を作ってもらってるんでちょっと待ってください。ちなみには配信台はバイパーさんと A さんのガイルですね。俺たち、こんばんは。そうなんですよ、コパンからダブルなんですね。避けて投げ、サーマー当たる。さあちょっと遠かった。おっと、なんと掴んでからコパン台風。あのコパンの先端当てがね、難しいんですけど、さすがバイパーさん。バイパーホークだけダブル台風のボタンがあるんじゃねえかと。見てる限り、レバーぐるぐる回してますよ。
バックストバックで低めのコンドルダイブを返して、おー中盤サマー、ここは固くガード、垂直中キック、さあ危ない、さあぐるぐる、おー開けていたが入らない、俺にもボタンがあると足元にある、あ見えないところに持っていると、さあジャンプ大パン、さあこれは体力的にちょっときついスナホですね、あーっと前そば、飛びミスったが、さあサマーガード5番からタイフン、いやうまいっすね、これはジャンプ大キック確定の場合、これは何も入らない、垂直大パン、さあ中パンが潰されたがバックバットでしのいで、なんと前大キック、スイッツかな、ニュートラルの大キックかな今のは、あできたみたいです、はい、じゃあ配信台これでじゃあストップでお願いします、はい、じゃあやっていきましょう、最初はさあ川島チーム、川島さん、グッチさん、ジャボーズさん、 A さん、シンくん、ね、で B チームが、ユーベガさんに破天荒さん、サイコさん、中島さん、バイパーさん、はい、じゃあ A 対 B 行きましょう、
キャラどうしますか。同じでいいですか。変更可能。じゃあ先方だけ申告してもらいましょうかね。その後はご自由に。さあ、カワシムチームが 2P、 キャラは自由、最初だけ申告してください。先方だけ。さあ、そしてユーベガチームが 1P 側。まあ、2人目以降はかぶせ合いありですね。はい、うちの先方は、さあ、B チ、A チームは申告もらいました。じゃあ、はい、始めてください。さあ、 1P は最高クロニックさんのチュンリー。この方は 初登場でしょうかね。カナダの方らしいです。あー、カナダカップに出ていた方で、 2P がこれまた結構久々に見たシンくんの X 流。さあ、かなり体力差がついているトビー。お、戦列がちょっと当たって投げ。これまだまだ分かんないですね。これは全然ある。さあ、飛び越えて投げ。さあ、対空が出ない。さあ、出てないよ。さあ、先ほどと同じくまずはシンくんがリードしているが、さあ、なんかやってなさそうすんのもね、明らかに。さあ、そんなんでこのカナダからの刺客を倒せるのか。わあ、なんかおもむろに発射する。俺は当然ガードされて、あ、今度は潰した。飛び、対空出てない。対空対空全く出ず。さあ、カワシムチーム2人目は誰かな。長州さんがマイクを持ちました。さあ、カナダから来てくれたサイコクロニックさん、なんかマッツン正月クスモンのがカナダカップ行って、そのお礼か何かなんですかね。そうなんですか。そんな感じのことをなんかさっき言ってたような気がしないでもないんですが、残念ながら英語はそんなに得意ではないんで。僕もです。これは A さんのガイル。さあ、 A ガイルは
普通に使いこなせてるんで強いと思いますが、しかしサイコさんもチュンリーを使いこなせている、いいですね、いますね。さあ、おーっと、今のはしかし、反転返し、今の投げ減らなかったのは大パンで投げちゃったのかな、なんかあんまり減らなかったな気がしますけど、サイコクロニックは 1P ですね、チュンリーですね。さあ、A ガイル取り返している。さあ、おっと当たって、これは戦列で削って残り時間を逃げたい、三角飛び、いいですね。いやー、ロアガイル読んでれば勝てたかな。でも空対空が間に合ったような気がしないでもないですが、さあ、相打ちから背中蹴り、サマーが出そうだったが出ない。さあ、おっと、めり込んで、さあ、ソニックラケンがよく入る。さあ、と噛み合ってしまった。さあ、A ガイルが1本取り返して、開幕前飛び、さあ、ガイル果敢に飛んでいく。そう、百列読みなのか、めくりが当たって、もう一丁おかわりが、おっと、ガード、これはガードはちょっと安いかな。おっと、気候も安い。さあ、戦列はまだ溜まっていないが、おっと、これは投げたら死ぬよ。おっと、戦列まだ溜まっていないぞ。おっ、ここで溜まる。戦列が溜まったが、ガイルに当てるのは、おっと、これはいい勝負。さあ、裏剣が減らない、飛んで、おーっと、よくソバットを選び選択しましたね。チューブキックだと普通生まれてたような気がしますが、そうですよね、踏みつけだから当たったって感じですよね。深い読みが、お互いに深い読みがあったっぽいですね。さあ、ゆうべがチーム2人目、B チーム2人目は破天荒さんのガイル、ガイルじゃない、リュウか、あ、リュウですね、エッサガじゃないのかな。はい、エッサガも練習してるみたいですよね。そうですね。さあ、リュウガイルはやりがいのある組み合わせというか、この組み合わせしかやりたくないっていう人がいるぐらいの組み合わせです。なんか好きな人多いですよね。さあ、倉橋とかもリュウガイル以外したくねえから俺みたいなこと言ってました、ね。さあ、これは破天荒さん、いい感じ。さあ、真空を削りでもいいので当てていきたい。さあ、ゆっくりでいいんですが、さあ、前飛んで、おーっと、しゃがみ合った、いい失敗か。さあ、開幕ソニックも失敗。さあ、ええ感じ、ちょっと動きが硬いか。さあ、破天荒さん、いい飛び。しかし、この立つだけはあまり良くない。さあ、ゲージをおっと飛んでいく、飛んでいく。さあ、結構体力的にはいい感じですね。これ真空があるんで、真空当てれば、おっと、これはさあ、に飛びに行かない、行った方が良かったような気がしないでもないんですが、さあ、真空ここから痛くそうなーで、そうですね、画面端だと真空ガードレインですよね、リューアーとしては。そうですよね、あの後2択いけるんでね、すごい技ですね、やっぱり。そうですね、壊れてますね、あの技壊れてますね。そして出てくるのがチャボちゃんのサガット。さあ、チャボーズサガット 2P があるとアッパーカットが出ないんで、飛んでいけばいいという説があります。これやばいですね。さあ、破天荒さんが投げて、ワンピが入ってしまう。ワンピが行ってしまう。これはあんまり飛ばない方がいいですね。まあ、竜巻に入れ替えちゃうのがいいと思いますけど。さあ、空、地上竜巻は、さすがに。さあ、真空があるんで、真空一発当てて。さあ、一発当てて、残りガードと、近くで全部ガードさせるんだったら、近くでガード全部ガードさせて、二択に行った方がいいような僕は気がしてます。僕はサワット戦の真空の使い方としては。ああ、ちょっと今のは、もったいないか。さあ、ペチペチー、削れる。さ
破天荒さんがいい、絶妙な飛び、いい感じですね。破天荒さん上達が見られます。しかしタイガー全部当たる。おっと、いい空対空、いい対空。さあ投げてワンピガーへ回る。さあしかし大勝利。さあ破天荒さんノリノリ。さあ真空を貯める。あーっと今のは打ちたかった。しかし踏んで、おお昇竜拳、真空でいいと思ったんですが。さあ破天荒さん乗ってますね。いいですね。さあこれで A チーム誰を出すのか。さあ残るはカーシムグッチ、まあグッチですかね。さあ一方 B チームはガイル、ホーク、ベガが残ってます。とグッチさんが座る。ガイル、ホーク、ベガなんでグッチブランカとか結構いいかもしれないですね。行ってみようか。いや本当にブランカ選んで、本当にブランカ。さあ、おとなしく竜ですね。ここは竜で行きました。開幕飛んでいる。さあグッチをやり返したいところ。開幕半分でかいですね。さあグッチが取り返す。さあ真空を当てて、さあ鎖骨を返す。さあ暗い、おおなんだ今日、なんか髪がかかってますよ。ちょっとあー天候流は絶好調か。さあ今度はグッチが体力をリード。さあグッチやべえとか言ってますけど、そんな喋る余裕があるのか。さあでかいのを狙う。息入らない。さあダイゴス安い。さあ交通、今度は総流点が狙い。さあ、じゃあお互いに飛んでいる。当てたのはグッチだが、さあアッパー波動悪くない。しかしさあこっち竜巻。さあ結構な泥試合になってますが、投げたのはグッチ。しかし破天荒さんいい仕事をしました。さあこれは中島ガエルがとりあえず出るでしょう。まあガエルダルシムが残ってるんでね、ガエル残っててもしょうがないんで。さあホンダではないですね。さあグッチはでもホンダ戦はイマイチなんで、実はガイルよりもホンダの方がいいかもしれない。さあグッチが竜使ってるの久しぶりに見るような気がするな。ああそうかもしれないですね。さあダイゴス、ダイゴス。さあグッチ動き悪い気がするね。なんかあまりやってないですね。明らかにスト2はやってるけど竜はやってない感じですかね。さあソマット、おっと差し込んだグッチ。いや、やっぱああいうところのうまさは光りますね。あたまたまな気がしますが。たまたまですかあれ。さあ端っこで鳥かごにできるのか。さあソマットをもらう。あのガイルが端っこを脱出した後どうするかが結構竜の。さあこれはおっと、もう一発ジャンプ中パンか真空かどちらか迷ったで、両方出さなかったという。さあこれは削りでいいような気がしますが、削っていかない。ドラケン、あー怖いよー。おっと合わせる、ここで打ってしまう。さあここはバイパーホークが出るでしょうか。ですね。さあ最近のバイパーホークはものすごく強いんで、グッチ、カワシも両方抜くことも十分あり得ますね。さ
さあ上り大キックが当たる当たり方、おっと地上に発、さあ踏んで、さあここまではグッチ万全ですが、ワンチャンで死ぬのがこの組み合わせ。あ、終わったか、死んだか、おっと竜巻当たって真空があるんで一発はじゃんけんできる。おーっと、おー、じゃんけんできなかった。いいヘリ、さあ前半はグッチがいいペースだったんですがね、1ラウンドでも画面端追い詰めて波動で削っていくが、ここは打てないですね。さあグッチ龍が応援されている。おっと、いいか、切り返し、いい見切りですね。グッチが見えている、うん、まあこれはまあ大丈夫ですね、まあ、コンドルでは、あ、これはやばいですよ。真空が当たってジャンプ中盤で拾える。さあグッチがカラーを変えたというか気分で変わってる感じがありますね。1クレ目は青、2クレ目が黒なんですが基本的には。さあ今度は失敗、しかしファイヤー波動。さあここで、さあコンドルが当たってしまう、しかし竜巻勝利。あれを食らうとイライラする。さあしかし今度は勝利点が出ない。さあトマホで勝って上から行って相打ち。さあまたグッチは運がいい。さあ上り大キックで当たるが真空で削っておく。おっとこれは2回削って、3回削った、欲張り。さあいやこれはジャンプ正直マジおすすめ。これは飛び合いでーからー、ジャンプ正直しとればよかったのに。さあ大将川島さん、ジャンプ正直すればバイパーホーク、バイパーチョップを出して相打ち取れます。たまにバックジャンプショップなんて落とされるんですけどね。とりあえずトマホはまだと。さあこれは川島死んだか、お、なんとか生き延びる。さあ噛み合わない。今の伸ばしたところに、おっとこれは死ぬんじゃないの。おっといいテレポ、しかしバレていたが、まあ、川島必死。さあドリルで突っ込む、インフェルノを出したい。おっとこれはどっちがあるのか、インフェルノが出ず。あの距離最後の一発同士だったら別にダルシム普通手伸ばせば勝てるような気がするんですが、怖がってしまって帰って死んでしまう。さあ死ぬか、終わったか。さあちょっと遠かったですかね。おっと暗い投げ、さあジャンプダイパー、これはおっとトマホコンドル失敗。さあしかしもう無理しなければ、さあアッパーインフェルノ行かない。おーっと大ファイヤー、いい選択ですかね今のは。反応間に合わず、あの距離だとファイヤー見えないんですかねやっぱり。さあダンプ大パンとも台風がすごく決まる。さあ今度はカーシムが中足でしっかり返す。さあ大キック、体力追いついて、さあ俺たちさあやはり最近バイパーホーク強いですね。さあ次は、負けた方と C チームですね。カワシムグッチチャボーズ A 新対長州いろは友田ニーヤお茶る丸さん、お茶る丸、お茶丸、お茶る丸の方が言いやすくないですかね。さあ先方は誰にしますかね。友田決めてください。だってもうそこ近く真ん中にいるんだもん、だってじゃんけん、友田じゃんけんしてください。
さあ選んでいいよ、どっちでも。 2P 行くの。さあちなみに僕は 2P の方が得意なんですけど、 2P で始めた 1P 側が一番苦手なんで 1P の方がいいです。 2P で始めて 1P 側に回ると全然処理に出なくなるんで。はい、あ、マイク持ってる場合じゃない。じゃあちょっと、B チームの人誰かマイクを持ってください。っていうか針を持っていいよ。はい、じゃあ先方だけ教えてくださいね、決まったら。はい、川島チーム OK です、先方。さあ長州チームはじゃんけんで決めてる。そんなんでいいんですか。はい、じゃあ始めてください。さあ 1P 川島チーム1人目がしんくん、で 2P 長州チームは1人目いろは S ガイル。さあ数少ない S ガイル使い。さあ橋で波動連打するが裏剣をもらう。真空は打っていく。さあここで冷静にガードしたはいいんですが反撃できず。さあ波動ヒットで先制。さあこれアッパーがね当てづらいですよね、竜巻にアッパーは。お、大足。竜巻が当たって中足。うわ、大足を置いておく。あ、裏剣よく見てますね。飛びから中和シャドウ。あーこれですね、サマーが溜まってないとなかなか難しそう。おーと言ってる間にさあイロハさんの中和シレンダがヒットする。さあワンピー2人目は、さあチャーボーズさんが行きましたね。 X サガット。さあ X サガットと S ガイルという組み合わせはかなり珍しいと言っていいでしょう。さあいきなり体力が半分消えている。この対空はもう相打ちで OK ですね。 OK じゃないですね、負けちゃいますね。投げる。お、あ、一方的に負けるんですね、あれ。さあタイガーモード、タイガー、タイガー。
あと帯から2ヒットきっちり。あ、帯はちゃんと上が見えてる。ここは削っていく。さあ 2P 小川を渡してしまった時点でも負けてしまったのか。さあ長州チーム2人目は、ん、ミーヤさんこれ。あ、お茶丸くんの X ホンダですね。あ、ホンダは下タイガーをドスコイできるので比較的サガット戦はいける方なんでしょうかね。さあドスコイ、コパンとドスコイで押し込んでいく。ドスコイ、さあしっかりと飛び越えた相手も吸っていく。さあこれは上だった。上はダメなんですよね。おっと100列飛び越えられていた。押し込んでドスコイ。さあダイヤ下行く冷静。あっとちょっとグだったか。さあ空対空が相打ちからこれでタイガー、あれですね、あの距離でも飛びが当たっちゃうんですよね、上タイガーだと。ドスコイは飛び越える。お、友澤さん、バイソンですか。はい。おっ、台足を置いておく。うわ、おわ、ツリー、おわ、おわ。さあ、もうゲージが溜まってしまう。タイガーが打てない。苦しい。これ苦しいですね。どうするんだろう。さあ遠距離が全然有利にならないというこの状況。おわおわ、あー逆に投げた。さあバイソンのゲージが溜まる前に体力を減らしておきたいサガット。あーゲージが溜まったので打てない。打つと死にます。ゴツゴツからおわおわおわ、ヘッドお互いに。あーここはクレイジー打っていた。川シムチームの次は、さあバイソンですからね、何が正解とかあんまないんでしょうけど。お、川シムさんが出ましたね。ここはもうダルシムで止めておかないとあかんと、そんな感じだったんでしょうかね。うわー痛すぎる。なんだこれ、暴力。俺は火力すごいっすね本当に。バイソン、このここで川島さんを投入した選択が裏目と出るか。おわ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 、あーゴツゴツ
あー、川しめさんが落ちる。さあ、A さんのガイル、X ガイル。ガイルはバイソンきついんじゃないでしょうかね。どうなんだろう。きつくはない。ゴツゴツして、あー、大パン投げ。お、コパン体育。うわー、ちょっと大足のこう隙間に入っちゃいましたね。あ、ヘッドから、おわー、ゴツゴツして、これですね。これで終わってしまう。さあ、川島チーム大将ですね、グッチさん、キャラは何を選ぶか。さあ、ここは一番信頼できる竜ですね。しかし竜でもやっぱバイソンはなかなか厳しい相手か。おわーが、とにかく速い。さあ、ゴツゴツ、おわお、体力追いついた。とりあえず削って大足。あれは歩いてっての二択を避けるために後ろ下がりをしていると、は台足を食らってしまうって感じだったんですかね。あーって言ってる間にもうね、ラウンド終わっちゃいますからね。このキャラ本当油断ならないですよ。もう喋る暇もないですね、本当バイソンは。お、ここは上が見えている。あー、正面からの3段ダウン取って、うわ、痛い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 、あー、さあ、バイソンが決めてしまった。さあ、出番がなかったんですが、さあ、これで決勝ですかね。 B チーム対 C チームで、じゃあ 1P、2P のジャンケンだけしてください。チャブーズ、チャブーズですね、チャブーズ。ジャンケンした？友田、友田と中島でジャンケンして。さあ、勝ったのが中島なんで、ワンピーは さあ、先方だけ決めてください。先方決めてハゲに申告してください。ハゲどこ行った？さあ、サイコクロニック破天荒、両方とも先ほど活躍したんで、またこれ C チームじゃんけんで決める。さあ、そもそも真面目にやりましょうと言いましたけど、さっきは真面目じゃなかったんですかね。っていいよ、じゃあ自信がある人、え、行かないんだったら長州が行きますけど、はい、先方申告してくださいね。はい、
いいよ、誰か誰でも立候補なければ長州が立候補します。そうなんだよねああそうですね、一回も出ずに終わってしまう可能性も。さあ早く決めてください。ニーヤニーヤまあニーヤさんも出てなかったですからね。ニーヤホーク対策残しでいいのに。まあ別にいいけど、ニーヤーが行くだと蜂に茶坊主、茶坊主やねん。さあこれでいいんですか。茶坊主とお茶丸くんって名前似てるよねっていうか、茶茶が入ってるだけだけど。ワンピーが長州チーム。ワンピーがそうですね。いや。スーピーゆうべがチーム。あ、そうなんだ。ワンピー取るかと思ったのに。ん？逆？じゃないですよね。ん？さあお茶丸がいい垂直ジャンプショーパンチ。さあ今度はショーパン出さなかった。さあ投げて、さあお茶丸くんが おっと鬼でも無双でもなかった。さあ百裂、おっと あるよ。さあ何が出る、もう一丁、おーつかんで、おー最後までいった。よく減りましたね今。チュンレイ思いっきりこすってれば離れることはできたと思うんですが、その場合ちょっとテンションがなくなるんで、テンション溜めたままだとやっぱり持ってかれますかね。さあ百貫から投げていく受け身なし。さあお茶丸くん、なんかアベビンライクな感じですねさあ百裂こすってるんですけど出ないっていうそこも似ている、雰囲気も結構アベビンっぽいですね。さあさすがに元キック。さあ内丸くんが、おっと痛い、空対空が出せないが裏からコパン安いですね。さあもう一回お腹でいって百裂をこすっているとりあえず困ってたら百裂こすってる音が聞こえるのがいいとこですねさあ今度はお尻、後ろからお釣りが入らない。さあ背中蹴り、背中蹴り、おっとしっかりガード。さあしかしこれはさあ、さあ今度はまたいろはさんが行くことになるのか。さあガイルチュンリーは S ガイルだと S ガイルの強みがあまり生きないような気がしますが、まあ S ガイル強みないんですけど。いや投げに弱いんでね、チュンリー投げが強いんで死にやすいですよね、ただでさえ死にやすいのに。あ確かに。さあ空中、空対空で負けると厳しい。しかし体力的には結構いい勝負ですね。まあ殲滅たまるまで、まあ、S ガイル攻める方があまりないです。飛んでいくしかないですよね正直。そらっと、おっと後ろに当たる。さあ壊し壊し、うん、S ガイルならではって部分が、さあいいフットアッパー、あまりないですかね。さあ戦列からこれ投げる体力取り、おーっと時間がない、踏んでしまった、もったいないですね。さあこれ C チーム負けたら誰を出すか結構悩みどころですね。そうですね、立ち台キックがダッシュの頃とかよりは全然強くないんですよね。まあダッシュ大陸別にダッシュコーンもそんなに強かったわけではないんですが、もちろんリフトアッパーの方が強いですね、ダッシュキャラ、ダッシュガールとかでも。あなるほど。さあいいソニック、さあソニックちょっと消しすぎですね、これ気候を消えるの待って押し返さないと。さあ前飛んでいった。さあこれ誰が行くべき、俺長州拳。さあここで本日初登場の長州拳、
さあ、これサイコさん勝つとでかいですね、これは。あー、飛びからの3段、今度は小足投げ、かかとは潰していく。気候気候で、さあゲージがぼちぼち溜まる。こうなるとわからない。おっ、体育相打ち、何だったんでしょう、コパン中パン、もう相打ちでも何でもいいから何か出しとけっていう感じですかね。飛び投げていく、受け身取っていない。おお、あれ間に合うんですか、すごいやん。掴んで膝蹴り、裏から小足小足レッパー。あれ長州さんまだ出せたんですね、レッパー。なんか今年の分は使い切ったとか聞いてたんですけど、ああ、そして早くもバイパーさん、お、出してきましたね。ああ、踏んでしまう。さあ、ここでダブル、ダブルがある、わからない、まだ。ああ、さあグダグダでしたね、ちょっと。来年の分のレッパーを無駄遣いしてしまいましたね、ちょっと。さあ、ワンチャンがどっからでもあるぞ。あ、狙っている。お、昇竜拳、あ、歩いて大足。さあ、夕べがチーム、次は破天荒さんの X 流。さっきは結構いい仕事をした破天荒さん、さあ飛び、あー、いい飛び、あー、もう一回、あー、また地上技出ず、どうしたんだ。今度は対空昇竜、あー、詐欺飛び、しっかり。さあ、開幕の飛びを警戒していたが、さあ、めくりから三段、受け身取って生き延びた。あれ、死ぬかと思いましたけどね。残りましたね。しかしゼロドットでこれは苦しい。大足、大足、中ボス。さあ、ピオルか、そろそろ。ああ、今度は触れましたね。いやー、あのレッパがまた空を切るとね、かなり悲しいことになってたんですけど、今度はちゃんと触れましたね。さあ、中島さんのガイルかな。さあ、これで中島さんは4人目か。うわ、飛びから2段、あー、掴んで、こっから何もしない。うわ、ソニックに大足、中足。いや、見えてますね、いろいろ。
うわ勝利この2択。あ、昇竜相打ちか。うわこの2択をよく通しますね。さあこれ長州さんがちょっと止まりませんね。さあゆうべがチーム大将、お、ゆうべがさんが DJ。 さあ DJ の方がいけると踏んだんでしょうか。あーダイヤ紹介数、うわ昇竜置いてある、中昇竜マニアック、スラにレッパーはして、さあなんか長州さんはちょっと神がかってますね。なんでしょう。さあ体力リードしているゆうべがさんはここは無理はする必要はない。これをどう崩す。あーここはスパコンをヒットさせて取り返す。体育出ている、投げ返す、大空しっかりしている、あ体力はまあほぼ同じ、あっおっとおっとつながっていない。かかとも、うわここは大パン体育。さあ長州チームはあと残っているのが友澤さんと宮さん、あと2人ですね。さあニーアがホンダを使っていくのか。しかしニーア別にサブキャラで他にいいキャラいないんでホンダでいいような気がしますが、さあニーアもね最近すごく強いんで、いや全然あると思いますね正直。ホンダさあしかしキャラ的には DJ かなり有利。さあ2ヒット痛い。さあニーア DJ 戦とかあんまやってないですね。でも多分これさあ残る友座もそうなんですよね。 DJ 結構きついんで、いや DJ ってあんま使い手がいないですよね。そう関東はね少ないんですよね DJ 使いが。チューブには伊藤、関西にはフジモンっていうね強い DJ がいるんですが、関東はねこのゆうべが DJ とかねやや DJ とかサブで使う人の DJ が強くてね、メインの人はねあんまりいないですよね。ゆうずるくんぐらいなんですけどね。あさあゆうずるくんはでもね2オンすごく強いんですよね。おしかしゆうべが盤石パーフェクト。さあこれで友座が意地のベガを見せるか、バイソンを使うか。バイソン？ベガ？ベガ。さあベガ、変な色じゃねえか。変な色はちょっと失礼しますね。さあしかしこれ前友田一回勝ってるんでね。
さあ今回もその時の再現を見せてほしい。さあジャンプショーパンが強い。ジャンプショーパンだけで半分減ってますね。こっからガロー下段を打ったが何も出ず、ジャンプ中なーれる。さあジャンプショーパンしかし投げて、ここで強いっすね。おっとしかしなんかレバーが変な感じだったか。相打ち。さあなあダブルニーとジャックナイフで、ダックナイフが勝ってしまう。これはやばい。さあ超中ダブルニー、ナイトメラ削れるか。おーっとしっかりあるよ。どうだ、これは面白いですね。さあこれでユーベガが焦らないでいってくれれば。しかし冷静。さあ、あるよこれ、ピオリーチじゃない。さあさあ、ピオリーチ踏んで。さあ、ゆっくり行っていいと思います。時間はまだあります。さあ、ジャックナイフさえ食らわなければ。さあ、ガードしました。ナイトメア投げた投げた。友田ガッツボールやりました。さあ友田これでニュートンで有名が DJ に2連勝ですよ。さあ、ね、ありました。メインキャラの意地を見せましたね。これは本日優勝は、友田チームです。教習チーム。ニーヤーが何もしてないけど優勝。最近ニーヤー結構優勝しまくってるんでね、自分の運も持ってますね。お疲れ様でした。はい、じゃあ勝った5人はちょっと写真撮らせてください。さあじゃあ本日の大会はこれにて終了。来週が、バーサスデランバト、そしてその次、11月の、あこれな見えないな、19ですね、11月19日に大山ニュートンでまたランバトですね。さあじゃあちょっといつも通りの試合の方ちょっと流しておきましょう。足が友とかって言われてますね。あ、そう、ムーンが見てなかったんだな。病気で寝てんのかな、あいつ。
まだ見ている人いるんですかね。今日来てくれたサイコクロニックさんはバーサスのすぐ近くに宿を取ってるそうです。なんで次の火曜日も東大戦にものすごい勢いで乗り込んでくるはずです。やる気勢ですよ。カナダから来てくれますからね。まあ日本からカナダ行くのと同じだけかかりますよね、当然ながら。カナダっていくらかかるんですかね。行ったことあるハゲ。これ日本から出たことないどころか飛行機に乗ったことないぜなんですけど。なマジっすよ。7万で往復できるの？そんなもんなんだ。7万で往復って沖縄行くのとあんま変わんないじゃないの。時期と曜日による。なるほど。いや向こうで泊まるところさえじゃあそれなりに確保できてれば10万ぐらいで遊んで帰ってこれる可能性もあるってことですかね。まあでもさすがに10万が厳しいですよね。30ぐらいは余裕がないといけないんじゃないでしょうか。はあ。さあ水曜木曜ぐらいに行って水曜木曜ぐらいに帰ってくるのが安いとニーヤーが言っている。今でもスト2って遊べるのってこの動画ニュートンの動画なんですけど、今配信してる動画。これ何が映ってると思ってるんですか。これはニュートンでやってるゲームですよ。今映ってるのはカメラもあるんですよね。カメラは映せないんだっけ。あ、そうですよ。もう帰っちゃいましたね。よく考えたら何か連絡する方法がある人がもしあのサイコクロニックさんに連絡取れるというかツイッターかなんかやってないのかな、方法がある人がいれば明日の VS では大会やってるというのを教えてあげるべきでしたね。まあもしかしたら自分のここまで割と調べてやってきてるんで情報を持ってるのかもしれないですね。今日だって言うとあることをどうやって知ったんですか、じゃあっていう気もするんで、もしかしたら明日のことも知ってんじゃないのかなっていう気もします。さあすごく懐かしいワスト2というオカマ言葉になりましたが、オカマじゃなくて女性の可能性があるのかな。しかしだからニュートン映している、ニュートンというかバイパーさん映してますね。さあぜひ一度ニュートンに遊びに来ていただければと思います。女性プレイヤーはスト2の時にはあまりいませんね。サードとか北斗の拳の時はいっぱいいるんですよね、女性プレイヤー。
加減は大体いるということ。スト2だけやたらいない。なんですかね、スト2やっぱ現役でやってた人たちはみんないい年なんで、もう、あれですかね、家庭に引きこもっちゃってるんですかね。男だよって、やっぱり。やっぱオカマじゃねえか。四季キングってやってたってことはさ、今四季デートナあるんで、デートナで対戦会やってるんで、来ていただければ。四季キングでやってたって、四季バイソンじゃねえだろうな。長州ネカでめちゃめちゃ弱いです。全然上がってないです。それから変わってないです。シティキングさあ、ユーベガがシキシあいつだろうと言ってますが、さあ、シティキングってデータだと違うところにあったのかな。どうなんだろう、知ってるにいや、わかんない。一緒なの？すぐ近くなの。え、ゆうべが行ったことあるんだ、シキング。2回行ったことある。シキバイソンが誰か知らないけれど、知人かもしれない。シキバイソン知らない。シキガエルは知ってるかな？じゃあ。一緒、同一人物なんですけど。さあ、シキバイソンはシキさんに何の説明にもなってないハハ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 。めちゃめちゃ知り合いっぽいですね。ワイパーリュー、今やってるのはワイパーリュー対グッチホークです。いや、もう四季、四季、狭い四季と世界というか四季なんでね、四季でゲーセンストツーやってたって言ったらもう知らないはずがないんだ。さあ、四季は今あんまりやってないんですけれども、やってなくても普通に関東最強レベルだと思います。最強レベルというか普通に最強だと思いますね、関東で。さあ、誰か引き聞いたら分かるかもしれないんですけれども、たまにニュートンも来るんですけどね、あいつ。オッスオッスとかって何のこっちゃ実はシキが見てたとか。さあ、シンくんの後ろ姿がマッツに見えてしょうがない。さあ、読みが、読みもいかれてるというかね、操作の精度もいかれてますからね、あの男は。まあ、基本おかしいですね。まあ、今日は登場戦が止まってた関係であまり参加者が伸びてなかったんですが、まあ、車勢、自転車勢、やだよ、疲れるもん。台が空いていない。さあ、和骨と同じ意味ですと言われても、和骨が何のことか分かんないんで、ね、何のこと？なんか分かるにいいよ。和骨って何？もうぜひ遊びに来てください。第1第3土曜日は大会やってます。
あとは金曜日に、式のデイトナっていうゲーセンで一つの対戦会やってるんで、まあ地元であればちょこっと顔を出して、式の金曜日の対戦会はもうなんだろう、結構あれですよね、初心者たちが集まってる感じなんですね。なんでまあリハビリするのにはもってこいの環境だと思うんで、ちょっと顔出していただければいいかなと。あと金曜日の式大会は女性プレイヤーが、数少ない女性プレイヤーが参加してますよね。さあグッチホークは強えと言われてます、強えと言われてますが、竜巻が巻き込まれて死んでいった。グッチホークは竜よりもはるかに使ってるんですが、あまり進歩が見られないというのが悲しいところ。おっと、しかしコパン台風ができる。あ、しかしコパン台風できるというか精度の問題ですよね。バイパー焼き鳥レベルまでの精度がいかないと正直物にならないというか使い物にならないんですよね。そうですね、ストツープレイヤー増えるに越したことはないんでね、もうみんな結構昔やってて最近また復活したみたいな人は割といっぱいいるんで。まあ、押してくれてでもなんか意味は通りますよね、普通に。さあ、しかしグッチホークが体力大量リード、コンドルが当たる。あ、めくりアッパー勝利を狙ったか、シンくん。あ、シンくん最近一つ全然やってなかったような感じですね、明らかに。あ、グッチホークは歩き台風もあんまりできないんで。おっと、しかし竜使ってるだけあって、トマホークだけが出る。グッチって関口のグッチってグッチも知ってんの。めちゃめちゃ知り合いじゃないか、グッチとか。グッチに誰か聞いてみようか、今グッチここに呼んで。知ってるよ。ただそれをバラしちゃダメですよ、多分ネットやってる人でグッチのあのネーム、名前の由来を知ってる人は結構少ないと思うんで。グッチの知り合いっぽい人が書き込んでますが、ほら。そうなんだ。昔から敵グッチだったんだ、あいつ。さあ、しかしグッチはちなみにカバングッチ持ってますよね。グッチホークなんか結構強いんだけど、どういうこと。さあ、コンドルとトマホだけは、まあ、コンドルはぶっちゃけ誰でもできる人はできるんですけど、ボタン3つ押すだけなんで。さあ、グッチ40代になってるのかな、もうなってるような気がしますね。
ちょうど4人ぐらいじゃないかな。さあ、ニーヤーの困ったら竜巻が当たる。さあ、今日は対戦台が開かないですね。盛況ですね。さあ、ソガメって人が吐き込んでるとグッチに伝えておきます。さあ、普通に知ってるって言ってましたね。さあ、まあ金曜来れば、金曜デートの相手はグッチも大体いると思いますけど、どうなの、いるのかな。俺金曜のデートの行ったことないからわかんないな。さあ、グッチはね、焼けてるんでね、サーファー焼けをしてるんで若く見えるかな。川島、今日川島なんか調子、最近は調子悪いよな川島。一つやりすぎ変になってんじゃないの。グッチと一緒じゃねえか。いろんなキャラ触りすぎてメインキャラが変なになっているというグッチ状態ですね。あれ川島ってあの夜芸や、いや夜芸じゃないよ。さあ、みんな最近ゲーセンよく来る人たちはサブキャラを触り出してますね。ニーヤーも今チェン使ってますし、カワシムはまあ DJ とかザンジとかいろいろ使ってます。さあ、あんまりゲーセン行かない人たちは、さあ、まず金曜デートに行ってみるというのは確かにいいことです。行ってみてください。多分知り合いいると思います。さあ、サブキャラ使う人たち1号、ニーヤー。さあ、なぜ剣を選んだのか。もうちょい強いキャラすればいいのに。さあ、本名を気にせず伝えていく。まあ、本名でエントリーする人も結構いますからね。一つ倉橋とか梅原とか長州は全然本名じゃないですよ。さあ、 X の剣は中堅ぐらいですね。特に苦手キャラはいないんですけど、得意キャラもいないんで、微妙に不利な組み合わせがいっぱいあるんですよね。64ぐらいで不利の組み合わせが大体ですよね。なんでやりがいがすごくあるキャラですよね。さあ、一番きつい相手とか、サガットは5分ぐらいですね。ちょっと不利だと思いますけども、まあ、S サガは別ですけど、 X サガットだったらまあほぼ5分と言っていいんじゃないですかね。まあでも、ヤヤとか4代目とかに勝ち越すのは無理説があります。 S 剣は昔使ってましたよ。面白くないんで、面白くないというか、X を始めるにあたってやめました。 S 剣は X が出たばっかりの時は S 剣だったんですよ。で、 X 3ヶ月ぐらいやって、なんか真空汚ねえと思ってやめましたよ。その後なんか10年ぐらい経ってストツ始めたのかな俺 X を。
なんでまあ SKN はもう使うことはないでしょう。SKN は一つ始めた時にシューティング D に話を聞きに行っていろいろ講釈されましたが、その時にもう SKN を使う、 S キャラを使うことはありえないと。全然短期間じゃねえって、 X 始めて10年やめて10年やってるぐらいですよ。そこそこ強くなってきたのここ1年か2年ぐらいなんで、8年ぐらいずっと弱かったですよ僕は。ブランカ剣はケイン有利ですよ、まあ、ケイン有利ですよ。これもほんのちょっと五分ぐらいですけど、ほぼケインはベガとブランカには有利だと思います。まあ、ホンダにも有利ですけど、ホンダは別に五分ぐらいじゃなくてだいぶケイン有利だと思います。まあ、その3キャラ以外ぶっちゃけ有利って言えるキャラないんじゃないかな。ファイヤーハードあったら龍からファイヤーハードなくなって剣にファイヤーハードあったら龍をやめて剣を使う人がいっぱい増えると思いますね。何ニーアのわけのわかんない大昇龍今の何をよしゃがんでたらどっちにしろ当たんないよ。さあ、オーティ攻めでもね、ファイヤー波動だろうが、発生が、あのファイヤー波動の発生じゃなかったら、剣の今の波動の発生のまま、あれですね、ファイヤーになっても、そこまでひどくはないですね。正面のサリ飛びからの2択が、連続攻撃にならないんじゃないかな。弱攻撃からだったら繋がるか。ジャンプ小キック中足波動は連続攻撃になるんですけど、ジャンプ中キックガードされての中足波動はもう繋がらないですね。まあ、キャラによってはつながるかな。大体のキャラつながらないですね。なんで、まあ、めくりからとかジャンプショーキックからと近くからじゃないともう中キック波動はつながらないですね。何あのコパコパコパからの連キャン昇竜が出せない。さあグッチは台風が出せない。さあレッパーわけがわかんねえ。さあこれはコンドル3回で削り殺すのがマジおすすめです。まあ、中足、さあフォークの中足は起きで使うのか差し込みで使うのか結構使いどころが難しいような気がしますが、使う他に使う技がないんで使わざるを得ないですよね。あれを使いこなせないと結構龍拳に中足払いを連打されると困っちゃいますね。大足でもいいんですけども、大足にあんな風に飛ばれると死ぬんだ可能性があるんで使い分けが大事ですね。おお、グッチがなんかわけのわかんないスカッシュタイムを見せる。さあもうすっかりグッ
チサブサブリアの時代だとホークしか使ってないですよね。さあていうか今の時代やってる人メインキャラ使ってる人あんまりいないんじゃない。トモダもこれガイルでしょ。トモダベガ使ってんのか。さあグッチーホークが2位相手に負けまくっている3連敗。さあグッチー今日は長州と当たったらホークを出すと言っていたのにホーク使って2位相手に負けてるじゃん。長州だったら勝ってる。ダブルは狙わないんじゃないです。ダブル出せないんです。ダブルは出せる人と出せない人の差が激しいですよね。さあワイパーホークのダブルはちょっとイカれてますけどね最近特に。あれはやばいですね。カラーアニマルさんがツイッターにあのアルティダブルの動画上げてるんですけどあれと同じようなことを普通にノジアイっていうかバンバン決めてきますからね。めちゃめちゃ食らうともう食らって当然ぐらいですよ。僕なんかも食らいすぎてああまたねみたいな。だからあんまり驚かなくなりましたね。ダブルアルチダブル食らってもねえもう普通だよね。俺平然としてるよねダブル食らっても。まあまああれやね。あれでもダブル食らってまだ死んでないよね。さあグッチコンドルで削れて終わりそうな気がするが勝利出せないから撃っちゃえってこうグッチほら出せないんだからこれもレッポ撃たれるからもう。何やってんだにーやおい。いやあれ竜巻打つんなら波動打ってから竜巻打ちゃいいのにコントロール食らうけど。さあ配信台でグッチがひたすらやっている。そうですか。バイパーホーク、バイパー竜最近東大戦に来れないんでねニュートンでしか見れないのがちょっと残念ですね。出ない。ちゃんと台風してくれグッチ。ラウンド2ファイト。ダブル出ないんだから S ホークの方がそれはいいでしょう。あれ夕べがいけにいいや。俺もさっきやったからいいや。たまにはお相手してあげなさいよ。たまにやってんの疲れるからいいよ。マジ疲れるんだって。
S は中足どころか全部強いです。まあ、特に強いのが中足、大足、立ち大キック。まあ、立ち大キックはね、長さ的には X の方が長いんで特に強いってわけではないですから、あと立ち中パンですかね。大パンどうなのかな、大パンも強いんだって。大パン X でも普通に強いんで、ああボディープレスがあとはめくりになりますね。まあまあ S キャラは好みがありますからね。おっと茶坊主がお帰り。今何時？11時半か。今日チャリで来てるから余裕があるんだよな俺。ちょっとのじわやりますかね。Fight!
Sonic!
さあ当時で働いてるから深夜営業、さあグッチもまたねと伝えております。深夜営業するしてもやれる元気はないと思うんですけれど、さあ聴衆帰りめちゃくちゃ弱かったです。やっぱり今他のキャラを遊ぶのやめた方がいい気がしますね。他のキャラを覚えるぐらいだったらスト5をやった方がいいような気がします。まあ長州スト5やってますよ。めちゃめちゃ弱いですよ。めちゃめちゃ弱いってほどでもないかな、普通に弱いぐらい、全然うまくない、ずっと同じぐらいの強さ。剣使ってないです。剣使うとね、分かんなくなる自信があるんで剣使ってないですよ。ごちゃごちゃになりそうだもん。長州はネカリを使ってます。ネカリ強いんですけどね。チェンに限らずね、X にいるキャラを使う自信がなかったですね。なんかダルシムとか触ったらなんかスラストないので切れそうになりましたからね。さあ配信内はメインキャラ対決になってますね。 A ガイル対バイパーホーク。さあバイパーホーク今日は大会では、あそうか、俺に言われたのかな、あんまり回してないような気がしましたけど、普通に川島も回して勝ってましたね。しかし大パン俺たち、2回転、さあホークで連チャンジャンプする人少ないんですけど、ホークでも連チャンジャンプすれば結構まだ伸びる余地はあると思うんですけどね。僕はたまたまホークってしゃがみコパンしか連チャンできないんで、立ちコパからだと連チャンできないっていうのが難しいところですね。まあワンメスで死ぬ組み合わせですね。このガエルで対応するのはかなり難しいというか、これホーク無理だと思うんですけどね俺。
このミスったらダメ系の組み合わせってなんかダイヤグラルだとミスらなきゃ勝ちだから圧倒的にミスらなければ勝ちの方の有利みたいなことに なりかねないんですけれども、ミスりますよマルシムなんかもね、そのせいでかなり過大評価されてるような気がします。大会に強いというか、普通に強いと思うんですよね、そこそこ。まあ、一発しかネタがなければ、まあ、大会のワンチャンしかないですけど、複数のネタを用意して、それぞれ卓で全部なんかこれこう出すもの用意してあれば、の時代とかでも全然勝ちまくるキャラだとは思いますが、ホークにしてもどのキャラにしても。これはもうガイル終わりですね。ああ、俺タッチと。さあ、これガイルで、ね、完全対応するのはめちゃめちゃ難しいですね。待ってるだけで勝てんのかな、本当にこの組み合わせ、ガイルホークって。まあ、攻めようがないっちゃ攻めようがないんでかもしれないんですけど、ポタカとかどうやってんだろう。おっと、ダブルで。半分対応あり得るんですかね、この組み合わせ。むしろフォーク側が完全対応できるような気がするんですよ。お疲れ様です。さあ、今日は活躍した破天荒さんもお帰り。まあ、もういい時間なんでね、配信ももうそろそろ終わりですかね。さすがに詰将棋みたいにはならないですね。詰将棋になる組み合わせってあれですかね、サガットダルシムとか、かなりキャラ差がバイソンサガットとか。
相手がものすごく細いタクしか残んなくなるような組み合わせは割とあるんですけれども、割とあるんですけれども、ぶっちゃけ最近みんなやり込んでて、その細いタクガンガン通してくるんで、結構いい勝負になるんですよね。自然に仲良く、まあ大会とかチー同じこういうその今日なんかもランダムでチーム組むんで、まあ、そういう時とかに応援とかするんでね、そういう時には仲良くなると思います。まあ、東大戦なんかもどちらかのチームメイトが必ずいるわけですから、まあ、自然にちゃんと毎回来てれば溶け込んでくるんじゃないですかね。やっぱりあんまりまあ本人があんまり喋んない人だと、まあそれなりというか、まあそんなにめちゃめちゃ仲良くなるっていうことはないとは思うんですけれども、まあでもいておかしくないというか、雰囲気的にまあいつもいる人だなみたいな感じになる なってはくると思いますよ。だからまあちゃんと顔を出してくれれば当然仲良くなりますよね。まあやっぱあとはやっぱ強い人が一番ですよね。やっぱゲーム倉橋イズムじゃないですけども、まあ、強い人が正義ですよ。さあユーベガが怒りの両替ダッシュ、満点両替できないの、店員に変えてもらって、さあなんで、まあ、東大生とか顔出していただければ、一通勢はいいおっさんばっかりなんでね、まあ、変な人もいますけど、まあ、冷静にはね、昔から変な人いっぱいいるんですよね。もうストツーというかね、東大戦とかはね、ストツー目的じゃなくて、東大戦終わった後の飲み会目的で来るような人が結構いっぱいいますからね。東大戦は間に合わないけど、その後の反省会は間に合ってるみたいな。ハゲがバルログに反応した。バルログ弱いと言っているハゲ。鬼無双はよくわからないです。鬼無双はね、なんか当て方ですよね。近すぎて最初のモーションが当たっちゃうと、かえって当たんなかったりしますよね。で、相手キャラののけぞりポーズとかにもよるんで、キャラ伝とかが結構いっぱいありますね。だからこのキャラは密着からだと全部当たるけど、このキャラはなんだろう、横になったとこからだと全部当たるとか、なんかそんな変な感じですよね、あの技。マイソンは割とフルヒットしやすいキャラですね。鬼無双はまあオアオアは基本的に当たればフルヒットですね。大体超先っぽとかだとダメですけど、まあ、あの技はちょっとクレイジーはちょっとぶっ壊れですね。スト2で一番強いスパコンは何かと言われればクレイジーと答える人が多いんじゃないですかね。クレイジー、戦列、真空、まあ、ダブル台風とかも強いんですけど、
あれはどっちかというと最強野郎だよ。メガってあんまり歩き戦で使わなくない？まあチュンリーあんなに肉食ってるなかなか、まあチュンリー強いけど、あ、お疲れ様です。さあ、エーガイルさんが帰っていく。最近結構 X やってくれてますね、さん。グランドシェーブは結構使い道ありますよ。削りとかフ弱いのはグランドシェーブ、鬼無双、あとなんだろう、ジェノサイド。まあ、ジェノサイドもサガットだから弱いだけで、他のキャラでレンキャンとかで使えるキャラだと結構強いのかもしれないですね。あれルッパより強いかもしれないですね。発生遅いのかな。まあ、でもレッパはリバーサが出ないという弱点があるんですが、発生は早いんでスピンドライブとかタイガージェノサイドよりは強いかもしれないですね。ジェノサイド波動を見てから当てれますが、A ガイルはもう帰りました。これはイロハさん、イロハさんが S ガイルじゃなくて X ガイルを使っている。こだわりを捨てた。あ、 S になりました。さあ、エスキャラ対決ですね。まあ、最近エスキャラ使いも増えているんですかね。さあ、 S の入力をミスった。メインキャラなのに入力ミスっちゃやべえだろうね。 N じゃねえんだから。ガイルって盾だっけ。いや、混じってないよ。縦か横かどっちかだけだよ。いや、縦と横どっちかだけど、縦上下下上とか、上上上下とか、横横横横、右右右左とか、そういうどっちかの組み合わせしかないですよ、 S キャラコマンド。 S でこれ使う人は渋いっていうやつありますって。僕は基本的に S キャラ否定派なんで、あまり渋いとかそういうことは思うことはないですね。 X 原理主義ですね。もう X 始めた時にもうシューティング D にエスキャラの悪口を散々聞いて、それで初め X 入っていってるんで、シューティング D も昔はねずっとエスケンだったんですよね。東京来てね、梅原と倉橋にエスケンで殺されて、殺された挙句にエスケンのダメなところを散々語られて大阪に帰っていって X 流使いになったという。X 原理主義派ですね。だから梅原がなんか言ってたじゃないですか、なんか駆け引きがどうのこうの、 S がなんたらって、あれできてますね、あの流れですね。まあ、梅原が悪い。まあ、確かに。梅倉が悪い。そうですね。おお、差し返した。お茶丸本田。やはり、安倍ビンの後継者足りうりますね、この男。もう見た目もアベビンそっくりですし、縦回りもアベビンそっくりですからね。アベビン2世と呼んでいいでしょう。さあ、まさかあのアベビンの後継者が現れるとは思いませんでしたね。あれはなかなか真似できないと思ってたんですけど、いや、でもアベビン強いっすよ。
なんだかよくわかんないけど強いんですよね。アメビはね、もうボタンを押しながら相手の動きをめっちゃよく見てますからね。大井町使いますよ、アメビ。話し大井町は使わないですけど、あんまり押し大井町ですからね。まあ、ホンダで なんだろう、待つ人ってあんまりいないですよね。待ってるだけだと限界があるみたいですね、やっぱり。まあ、ガイルとかにしても待ってるだけよりもある程度、まあ、攻める人の方が強いですね。ダルシムもガイルも結局そのガイルも一番強いのはやっぱ無敵。限界があるんじゃないですかね、マチキャラみたいな感じに言われてますけれども、ただそれって真似するのがめちゃめちゃ難しいと思うんですよね。まあでも無敵の後継者としてあの小高がめちゃめちゃ強くなってますから、やっぱりそういう系譜ができてるじゃないですかね。待つだけで極まるキャラ、いや、極まる組み合わせはあると思いますけれども、一番街に向いてるのは何だろう、 DJ じゃないのかな、もしかしたら。あ、でも DJ もやっぱりスライディングで前に行った方が強いような気もしますよね。ただ組み合わせによってはきっちり待って勝てるキャラといえばホンダとかよりも DJ とかの方が待ちやすいんじゃないですかね。配信ももういろはさんの一人用になってしまいましたね。あと3分ほどで終わりですから、さすがにもう終わりっぽいですね。でもお疲れ様でした。Fight!